ピルグリムファーザーズは、イングランド王権スコットランド王ジェームズ一世による弾圧を恐れて、メイフラワー号に乗り、アメリカに渡ったイングランドのピューリタンたちである。ピルグリムスは、巡礼思想の意味。ウィリアム・ブラッドフォードの直筆日記。神の名の元社会契約に則る旨となっている16世紀、イングランド女王エリザベス一世が、イングランド国教会を確立したが、 17世紀にかけて教会の改革を主張する新教徒が勢力を持つようになり、特に国教会からの分離を求めるグループは分離派と呼ばれ弾圧を受けていた。このため信仰の自由を求めた新教徒を含む102人がメイフラワー号に乗ってアメリカに渡った。メイフラワー号戦場でのメイフラワー制約は社会契約説に基づくものとして知られる。 1620年11月に北アメリカ大陸に到着したピルグリム・ファーザーズはキリスト教徒にとって理想的な社会を建設することを目指した。彼らの上陸地は1614年にジョン・スミスが発表した地図でニュープリマスと名付けられた地域だった。入植当初の状況は厳しく、イギリスから持ってきた野菜や小麦は収穫に乏しかったため、 翌1621年の4月までに半数ほどが病死した。ピルグリムファーザーズが上陸した土地には先住民インディアンのワンパノアグ族が暮らしており、ピルグリムファーザーズに食料や物資を援助した。ワンパノアグ族のスクアントはイギリスに連れられて行った経験があるため英語を知っており、ピルグリムファーザーズに狩猟やトウモロコシの栽培などを教えた。 1621年には収穫があったため、ピルグリムファーザーズは収穫を感謝する祝いにワンパノアグ族を招待した。祝縁は3日間に及び、料理が不足するとワンパノアグの州長、マサゾイとは部族から追加の食料を運ばせた。この祝縁が感謝祭のもとになったと言われている。ニュープリマスはやがて発展するニューイングランドの最初の植民地となった。 しかし間もなく白人入植者たちは入植範囲を広げ始め、インディアンとの間で土地と食料をめぐって対立が発生し、戦闘が起きるようになった。ワンパノアグ族の州長、マサソイトは平和と友好を保つためにピルグリムと条約を結ぶ。ピルグリムはまず1630年にマサチューセッツ族の領土に侵入。ピルグリムの白人が持ち込んだ。 天然痘により天然痘に対して免疫力があまりなかったマサチューセッツ族の大半は病死した。1636年には一人の白人がピクオート族に殺されたことがきっかけでピクオート戦争が発生。ピルグリムは容疑者の引き渡しを要求したがピクオート族がそれに応じなかったためピクオート族の村を襲い大量虐殺を行った。さらに 平和の条約を結んでいたワンパのアグ族との関係も悪化していった。マサソイトの息子メタコメットは父、マサソイトが結んだ条約を不平等条約であるとして意義申し立てをし、これを拒絶されたためワンパのアグ族は1675年にピルグリムのプリマス入植地を攻撃。こうして白人がフィリップ王戦争と呼ぶ土地紛争が勃発した。 この戦争は周辺部族も巻き込み、1676年に終結するまでピルグリムとインディアンの両方ともに多くの犠牲者を出した。ありがとうございます。